はい、下川といえばスキーのジャンプで有名でございますが、こちらのね、郷土資料館、博物館ですね。入ってみましょう。縄文時代のね、土器が出てますね。あと旧石器、戦死時代の、黒曜石や、あの石の斧ですか、戦闘機っていうんですね、出てます。松浦武四郎が天塩川、名寄川を遡ってこの下川の地まで来ています。その時にね、アイヌの人たちとまあ、かなり仲良くなったっていうか、案内してもらったんですね。おお、明治34年、岐阜団体上名寄に入植したのが下川の始まり。建設中の三部ダムの方にも三井三部工業所金山があったようです。こっちが東か、下川鉱山ですね。一時期は1万5000人ほどの人口がいたそうです。開拓の時のこの絵を描いてるんですよね。イメージでね、こんな感じじゃないかなって。おー、あー、それ子供たち見た方が喜ぶでしょ。いや、これはウケると思いますね。面白い。今説明していただいた方が桑原さんというお方で、このね、かわいいアイヌの絵をね、描いてるんですよ。びっくりしましたね、まずそれに。すげえかわいい絵描くよこれ。で、下川とアイヌの人たちの関わりについてね、いろいろ説明していただいたんですが、本当ね、この絵が可愛いっていうのがね、第一印象ですね。これすごくね、これなんか萌え萌えだね。この磯吉さんね、元アイヌの人みたいよ。和人とのね、パイプ役を務めた人ですね。北風磯吉、これ和人名付けられたんですよ。萌え萌えのね、絵がすごいんですよ。ビビッと、これほら、桑原さん、吉彦さん、かわいい。この絵、これ面白いですね。面白いでしょ、結構評判良かったですよね。すっげえ面白いですよこれ。わあ、ぜひ春に行ってほしい。ああ、いや、あの、6月から7月まで、あれ、4月くらい、あの、そうですね、いろんなところで企画してますよね。タイミング合えばまた来ますんで。わ、すげえ。このイラストって桑原さん描いてるんですか。私です。すごく上手ですよね。これなんかさっきから感心してたんですけど、可愛いですよね、絵が。この絵とか可愛いですよね。可愛いでしょ。これね、すっげえ可愛いな。これ。このラワン武器みたいなの持って。おお。いいですね。はい。
これ宇多市内にあったね。これ名前なんつったっけ、パワーローダーだったっけ。はい、ダークソンでございます。今日はあいにくの雨ではございますが、こちらがね、下川町一の橋にございます小学校跡地なんです。で、こちらのね、建物が収蔵庫になっているということで来てみました。ここに来る前にですね、下川のふるさと資料館ですか、そこで見学してきた時に館内の職員の方に教えていただいたんですが、こちらのね、名前なんていうのかな、これ、サッテン山収蔵庫ですね。元小学校跡でございます。あの、土日しかねやってないんだって。で、今日は平日なので入ることができません。おっと、あ、書いてるね。開館日が土日祝日祭日です。9時から12時まで、1時から5時まで。ああ、一応連絡すれば見れるんだけどな。ダメか。中の様子はね、全くわかりませんね。ああ、そっか。はい、以上でした。